はい、どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで、いや久しぶりに晴れましたね。昨日一昨日はずっと曇りだったり雨で家にずっとこもってたんです。なのでちょっと気持ちが暗くなってたんですけども、いや晴れてよかったです。はい、じゃあ今からですね、あの近くのカフェに行って彼女と勉強していきます。夕方になっちゃいましたね。よし、はい、ということでもう夕方になりましたので今から帰ります。イエイ。はい、ということでこの動画の前半は僕のオフの時間っていうのをお届けしてみました。まあ家で普段仕事しているわけなので、その仕事がまあ終わったりとか今日は仕事しないって決めたらですね、大体外に行ってあのフラフラしたりとか、ちょっとおしゃれなカフェ見つけたら入ってそこでなんかのんびりしたりしています。でその中でまあノートを使うシーンがあったと思うんですけども、そのショッピンさんってノートってどうやって使ってるんですかとか、ショッピンさんノートをなんで捨てないんですかみたいな、そういう質問だったりコメント結構いただきましたので、そう今回は僕がノートを持っている理由だったりとか、あとはそのどういうふうに使っているのかっていうのをちょっとシェアしてみたいなというふうに思います。なのであのこの動画を見てくれたらですね、多分頭の中がもっとスッキリするんじゃないかなと、もっとクリアになってもっと大切なことに集中できるんじゃないかなというふうに思いますので、もし興味がある方はですね、最後まで見ていただけたら嬉しいです。それではまずどういうノートを使っているのかというのを紹介させていただこうと思います。で右はですね、まあぶっちゃけどうでもいいやつです。このリモアのやつはもらい物ですし、この無印のノートはファミマで買ったやつですし、このノートは何でしょう、近くの本屋さんとかで買ったやつなので特にこだわりはなく、とりあえず書ければいいというものです。で左のやつは結構大事なんですけども、僕が教えてもらった格言だったり名言っていうのがこうあの書いてあるものは、これはモレスキンですね。はい、これ2つモレスキンを使っています。サイズはちょっとわからないんですけども、書いてあるかな、これカバンにすっぽり入る一番小さいやつを買ったと思うので、確か B4 とかそこら辺のサイズです。はい、これを買いました。でこちらはですね、マルマンさんから出ているインデックスプロダクツっていうんですかね、商品名は、はい、っていうやつです。12345っていうふうに、カテゴリー分けできて、そうあの青いところでは SNS を攻略しようみたいな感じでこうメモしたり勉強したりとかしています。僕はノートに2つの役割を持たせています。1つ目が自分の頭の中にあるごちゃごちゃしたものを全部吐き出すっていうためのブレインダンプ用ノートっていうやつです。これは基本的に書いたらもうあの見返すことはまあほぼないので、もうそのまま捨てます。書き終えたら捨てます。で2つ目がですね、教えてもらったことだったり、あこれは自分の人生で使えると思った格言だったり名言っていうのを書き留めて、で後で何度も見返す用の覚書ノートみたいな、勉強ノートみたいな、そういうのは分けてます。で1つ目のそのブレインダンプ用のノートなんですけども、僕は頭の中にあるごちゃごちゃしたものを全部出すということで、そのための質問っていうのが結構たくさんあるんですよ。もう100以上は軽くありまして、で例えばですね、ここで1つ紹介するのでしたら、自分がその頭の中から出てくる単語っていうのをとりあえず書いていく、自分が思いついた単語をひたすら書き出していくっていう作業があるんです。そうするとですね、本当にどうでもいい単語とかっていうのがいっぱい出てくるんですけども、でもそれがですね、いっぱい出てくるとなんか傾向みたいなものが出てくるんですよ。うん、例えばそのエンタメだから芸能関係によるかもしれないですし、あとは政治的な話に単語がバー出てくるかもしれないですし、スポーツ関連の単語がバー出てくるかもしれないですし、そう自分がどういうことにその自分の脳を使っているのか、思考を使っているのかっていうのがなんか俯瞰してバンと見えるんです。これをするだけでも自分の頭の中がすごくすっきりしますんで、まあ1時間でも3時間でもいいですし、5分でもいいですから、自分のとにかく頭に浮かんだ単語っていうのを書
書き出し続けるっていうことをやってみてほしいなと思います。はい、でまあちょっと話逸れてしまいましたけども、それ用のノートです。このブレインダンプのノートに関してはだいたい1ヶ月で1冊、もう早い時だと2週間でも1冊使い切ってしまいます。1日 5,6 ページはもうバーって書くわけなんですけど、2週間から1ヶ月でこれがもう1冊終わります。で取っとくんです。で1年間なり、まあ20冊ぐらい貯まるまではちょっとコレクションとして取っとくと思うんですけども、去年のノート見返したりとか半年前の書いてあること見返すとですね、これほんと面白いんですけど、その時悩んでいたものが綺麗に解消されていたりとかですね、あとはその目標だったり夢、こうなりたい、これが欲しいとか書いてあったものに関してはちゃんとそれが叶ってるんですよ。なのでノートに書いたものっていうのは叶うんだなっていうのは本当に思いました。何でしたっけ、神田正則さんっていうコピーライターマーケターの方がいるんですけども、その方はシンプルに紙に書くだけで願いが叶うよっていうふうに書いてあるわけですよ。僕は最初なんか紙にノートで書くだけで夢が叶うなんて結構スピリチュアルな話だなって思ってたんですね。なんですけど、そういうコピーライターだったりマーケターの方が真剣に紙に書くだけっていうことを言っていたので、あ、結構本当なのかもしれないなっていうのは思ってます。そうなので僕はその紙にペンで書くっていうことをやめられないんですよね。そう、あの他のものはバンバン捨てますけどどんどん捨てますけども、ただこのノートに関しては僕はもう捨てられないです。もう闇つきの習慣って感じですね。はい、で、こちらの、覚書に関してはですね、とにかく教えてもらったものだったり本を読んでいて、あ、これは一生使える知識だなと思ったものをひたすらここに書き留めているんです。なのでこっちのノートは基本的にモレスキンっていう、その僕にとってはその持って気持ちいいもの、うん、なんか長く使えるものっていうのを使っています。このノートは4年前に買ったやつですね。懐かしいですね。そう、最初に書いたもの、フィーリングは 100% 正しいだそうですよ。そう、これ書いた当初っていうのは、まあ、正直意味わからなかったと思います。もう高校の時から理系人間でデータと論理とそのロジックしか信用しないような男だったので、そう、その時の僕がフィーリングは 100% 正しいとか言われても、まあ、ちんぷんかんぷんだったわけですよ。でも今見返したらもう本当その通りだなと、うん、データも完璧じゃないし実験も完璧じゃないし、うん、でもフィーリングはほぼほぼ正しいんだなっていうのがなんかすごい実感として分かります。で、まあ、ここでよくいただく質問なんですけども、ショッピーさん、アプリじゃダメなんですかっていうことですね。で、僕は正直アプリでもいいかなとは思うんですけども、ただその情報を処理するとき、情報をまとめたり情報を引き出しやすくするためにはアプリはすごくいいと思うんです。なのでこういった教えてもらったことだったり、あとは勉強したことっていうのはエバーノートにもうアプリにまとめちゃってもいいと思います。あとは会計データとかですね、そういったその数字のデータ的なものに関してはまとめちゃっていいと思うんです。ただその紙でペンで書いた時のその感情が出てきたりとか記憶が出てきたりっていうのは圧倒的に僕の場合はノートの方がいい気がします。はい、キーボードでパタパタって打つよりも、紙でペンでカキカキってやった方が頭の中も整理しやすいですし、記憶だったり感情っていうのがどんどん出てきますので、やっぱその終わった後すっきりするのは僕はもうペンで紙で書くっていう感じですね。ちょっと今一瞬固まりましたけどそう、そんな感じがします。そうなので僕はあんまり物は持ちたくないんですけども、ただこういうノートとかっていうのは僕はもう持ち続けると思います。で、ひたすら書き出して頭の中を常にスッキリするためにノートに吐き出すっていうことをやると思います。で、あとはキーボードでパタパタってやるよりも一回その紙に書いた方が記憶に定着しやすいっていう研究データもあるぐらいなんで、まあ、紙で書くっていうのは僕はこれからも続けていくっていう感じですね。はい、これからデジタルなものがどんどん進んでいきますけども、うん、ただこういうアナログなところにもやっぱりメリットっていうのはありますので、そう、そういったところをこううまく活かしながらバランスを取りながらこれからも必要最低限なもので暮らしていく、身軽に送っていくっていうことをやっていこうかなというふうに思います。なのでこの動画を見ている人がなんかちょっともうモヤモヤするものが常にあるんですとか、なんか引っかかってるものがあるんですっていうのなった場合はですね、一回やっぱこの紙に
断捨離をしてほしいんですけども、ただその断捨離する時っていうのは、僕はキーボードでパタパタやるよりも紙にペンで書くってやった方がまあいいのかなって、まあ僕はちょっとおすすめですね。なのでまあ気になった方がいたら、浮かんだ単語をひたすらノートに吐き出していくっていうことからやってみたらですね、その効果、自分の頭がすっきりするっていう効果を実感してもらえるんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、今回はその自分が、まあミニマリズムなライフスタイルを送ってるわけなんですけども、紙を手放せない理由っていうのをシェアさせてもらいましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、ちょっとでも参考になりましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。まあ、紙に書いたりメモしたりっていうのはすごく大事なんですけども、それよりもやっぱ大事なことっていうのは行動ですよね。紙に書いたことを、教えてもらったことをやるとか、 そっちの方がよっぽど身になりますし、体験することもいっぱいあるので、そう、学習することもいっぱいあると思います。なのでまあ書いたことだったり面取りしたあとはもうすぐ行動、とにかく行動っていうのが、まあ、もっとそれが大事だなというふうには思います。はい。